お姉さま、そろそろ諦めたらどうですの？諦めるわけないでしょ。あと1枚でコンプリートなのよ。ドッキリゲコタチョコレート第7シーズン特製シール、手に入れてないのは幻のナンバー107だけなのに。幻ね。それってどんなシールなんですの？縁側でうっかり昼寝をして脱水症状のゲコタキラシールよ。聞くんじゃありませんでしたわ。それにしても毎日よく続きますわね。私の中では1日1個しか買っちゃダメっていう紳士協定があるから仕方ないわけ。こういうのはね、コツコツ続けるのが大事なの。さあ今日こそ聞いてみせるわ、幻のナンバー107。ちょっと待った、隠れてお姉様。ちょっと何よいきなり。まさか二人で示し合わせてデートなんてことじゃありませんわよね。違うわよ、偶然に決まってるでしょ。だったら顔を合わせる必要はありませんでしょ。あの殿方、一体このコンビニで何をしてらっしゃるのかしら。勢いで隠れちゃったけど、別に普通に挨拶すればいいんじゃないかしら。お姉さま、何かおっしゃいました？何にも言ってないわよ。すみません、このゲコタチョコレートっての全部もらえますか？そう、全部。奥に在庫があればそれも買うんで。あ、あれは禁断の大人がいい。何を驚いてらっしゃるんですの？あの方もシールを集めてるだけなんじゃ。違うわ、前にあいつに話したことがあるけど全然興味ないみたいだったし。そこまで人気なものでもなさそうですし、特に目くじら立てずとも。ダメよ、あんな買い方、ゲコタシールをめでようという気もないはず。絶対に一つ一つを存在に扱うに決まってるわ。何か表現が大げさですけれど、別にそれくらいは。あ、お姉様、ちょっと待ちなさい。げ、なんでここに。よービリビリ、悪いけどちょっと忙しくてさ、今日は相手してる暇ないんだ。あんた何買ってるの？え、いや、それはその、そのゲコタチョコレート全然興味ないって前に言ってたわよね。なのになんであんたは箱ごと買って脇に抱えてたりするのかしら。あー、まあな、最近なぜか急に上条さんこのチョコが気になり始めましてね。一日一個。え、そうしないとゲコタに対して失礼。箱を戻しなさい。いきなり何言ってんだお前は。何のことか分かんねえって。おほう、まだしらを切ると。大体このゲコタってのはただの変なカエルキャラだろ。でも仕方なく。おっと、じゃない。え、なんだって？変なカエルキャラじゃない。おい待てよビリビリ、問答無用。全世界のゲコタファンの怒りを食らえ。うわぁ、なんだなんだ、何怒ってんだお前。うわぁ、逃げた。待ちなさい。お姉さま、あいついきなり何だってんだ。おや、上条トーマ、そんなに急いでどこへ行くんです？
いいところであった。追われてるんだ、助けてくれ。追われてるとはまた剣論ですね。相手は新手の魔術師ですか。似たようなもんだ。俺も理由はよくわからないんだ。とにかくどこかにかくまって。目標発見。お姉様、ま、こっちですわ。うわ、見つかった。そこまでよ、観念しなさい。待ちなさい。理由なく追われるものを見捨てるわけにはいきません。その変な格好の女の後ろに隠れてるのは分かってるんだから。変な格好。あらあら、学園都市にはありえないファッションセンスのおばさんですこと。覚悟はいいですか、お二人とも。できれば抜きたくはない。ここはお任せしますわ。まだやりません。神アルバーレ000。これが真の優先。救われぬ者は救いの手。あなたの好きにさせません。一件落着だな。行くわよ。できる。ここはお任せしますわ。まだやります。どうしてあなたはそこまで彼に執着するのです。これは自分の信じるものをかけた戦い。そう、聖戦なのよ。なるほど、全てを覚悟した上での行為のようですね。どうです、上条トーマ、彼女の主張を受け入れてみても。いやいやいや、理由もわからずに黒焦げにされてたまるかよ。またお礼するから、じゃな。また逃げた。待ちなさい。
一体何だってんだ。何をしているの。うわっ、こんなところで何をしているのですかと美坂は再び問いかけます。おお、美坂妹か。びっくりさせるなよ。てっきり姉の方かと思ったぜ。そうだ、俺今お前の姉ちゃんに追われてるんだけどさ、理由がさっぱりわからねえんだ。何か思い当たることあるか。そうですね、と考えるふりをしつつ、美坂は美坂ネットワークにアクセスします。お姉様の上条東馬に対する敵対行動の原因と考えられるものに、あなたが鈍感であることを美坂は第一候補としてあげます。は？それだけ？他にはアサツ、IQ が低い、髪型のセンスが悪い、汗臭い。じゃ、ちょっと待ってくれ。なんだか落ち込んできたんだが。見つけたわよ。その鈍感でガサツで IQ の低いバカを引き渡しなさい。おい、もう追いつかれた。オリジナルとはいえ、他人の口から言われると少しムッとしますね、と美坂は反抗心をあらわにしてみます。あ、ちょっとあんた、その後ろのバカを引き渡しなさい。お姉様、この私の背後にいる人物はそこまでひどい人間ではありません、と美坂は誤解を正します。何よ、別に私もそこまでは思ってなかったけど、勢いで言っただけよ、勢いで。ちょうどいい機会です。どちらがこの主張をする資格があるか力ずくで決めましょう、と美坂は下克上。あんた、いきなり何言ってんのよ。これには訳が。つか、もうめんどくさい。怪我しても知らないからね。譲れない戦いというものもあるのです、と美坂はオリジナルに勝負を挑みます。叶うと思ってんの。どうしてもって言うならやってあげる。ここはお任せしますわ。先制攻撃を受けしました。やはりオリジナルはオリジナルたる能力を持っていました、と美坂は実力不足を再認識します。お前ら姉妹で喧嘩は良くない。良くないぞ。はあ、何言ってんのよあんた。いいから握手しろ。個人的にお姉様と争う理由はないのですが、と美坂は答えます。まあ私だって別に好きであんたたちとやり合ってるわけじゃないんだし。ほら、お前もだ。私もですの。
とにかくこれで仲直りだ。手を離すなよ。まだだ、まだ。じゃあな。こら待ちなさい。逃げろ、とにかく逃げろ。うわっ。すまん。って、サーシャ・クロイゼフ？第一の質問ですが、あなたは移動するとき、前を見ないのですか？それは謝る。今ちょっと訳が分かんねえ状況に陥っててさ。